もフロゼルと申します。今回は革命軍イベント第1弾で登場したハックガチャを引くべきかどうかについて簡単に見ていこうかなと思います。結論としては工場アタッカーの中では最強クラスにはなりますが、引くのはおすすめできないといった感じですかね。今回登場したハックはカウンターのスキル2を当てる、威力の上がったスキル1を当てる、これらの条件を満たせばニカやキッドローを含めどんな敵の体力も大幅に削ってくれます。旗の外に出ている敵の処理が難しかったり、カウンターをミスれば致命傷を負う可能性が高いなど、 PS は他のキャラ以上に必要ですが、敵を倒すという点を見れば工場の中でナンバーワンを上げてもいいくらいだと思ってます。ただやはりアタッカーという時点で現環境需要は落ちちゃいますし、スキル2からのスキル1コンボを決めないと KO するのは難しい。つまりカウンタースキルさえ気をつけていればそこまで怖くないキャラなので、無理に引くレベルではないのかなと思っています。ただまあ極めたらめちゃくちゃ強いキャラにはなっているんで、そういうキャラを使うのが好きっていう方は全然引くのを止めはしないんですが、少なくとも今週の木曜日までは待っておくべきなのかなと思います。というのも10月5日今週の木曜日に終了するイベントが結構あって、今日新キャラが登場したことから何かしら復刻が来ると思うんですよね。まあ何が来るかは断言できませんが、とりあえず新しいイベントが来ることはほぼ確定していることなので、引きたい方もそれまでは待っておくべきなのかなと思います。てな感じで終わりたいなと思います。今回のハック通して工場キャラの強さがどんどん上がってて、無課金の方にとってもすごくいいんじゃないかなっていう風に感じました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。とりあえず木曜日何が来るかって感じですけれども、ちょっと期待はしておきたいですね。それではこれで終わりたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではバイバイ。